皆さんこんにちは、ワンダルギルフィッシュです。では今回はギレンの野望セガサターン版ジョング編続きをプレイしていきたいと思います。前回はドームを使った機動部隊作戦で、ハワイの攻略に成功しています。まあ、そのハワイ攻略が完了したことによって今回ベルファスト基地の、ね、攻略作戦の発動が可能になっておりますので、その、ね、ベルファストの攻略作戦を行っていきたいと思います。連邦軍の方も、まあ、ジムをはじめモビルスーツ戦線に投入してきているので、まあ、一進一退の攻防が続いているところではあるんですけども、特に注意しなきゃいけないのが宇宙なんですね。宇宙はまだビッグドームへの戦力の転換が済んでいなくてですね、まあ、ザクがまだ頑張ってもらっているっていう状況なので、ここをですねリックドムにいかに早く戦力をね、マイグレーションしていくかというのが課題だと思います。でそのためにですね、一度ザクに関してはソロモンに戻して、ソロモンで解体リックドムに作り直して出撃させていきたいと思いますので、少しずつザクはですね、ソロモンに輸送、そこでドームに作り変えていきたいと思います。では時間を進めていきましょう。まずはベルファストの攻略作戦発動します。ベルファスト攻略作戦を実行しますか。ベルファストに向けてはですね、ベルファスト攻略作戦を開始する。ドームの機動部隊を輸送をしている間にヨーロッパ一帯で敵の部隊が、ね、はびこってきてますので、それをねできるだけ早い段階で撃滅しておきたいと思います。やっぱり敵のモビルスーツが戦力化されてきているので、一筋縄ではいかないっていう状況になってきている部分をどう、まあ、打開していくかというところですね。あんまり無理に広範囲に戦闘域を広げても、まあ、なかなかその勝ち目がないというか効率よく戦力を削れないっていうところがあるので、まあ、できるだけ、ね、戦力は集中して使っていきましょう。ドムはここから一気にオデッサまで輸送します。移動させるには輸送が多分この距離だと一番、まあ、効率がいいかな、早いかなと思うので、まあ、あえて、ね、出撃という形は取らずにここは輸送の形を取りましょう。で輸送が終わったら、ベルファスト基地にね、殴り込みをかけるという戦いですね。でこのハワイにはアッガイだけ残しておきます。まあ、敵の潜水艦がまだバッコしているような状態なので、それの迎撃用としてアッガイ、あとそうだな、まあ、アッザムも一機残しておきましょうか。まあ、いざという時に頼りになるアッザムがあれば、まあ、それで十分ですかね。では輸送していきます。オデッサに輸送、輸送期間中は戦力としてはカウントできませんが、まあ、それでも移動している時間を考えれば輸送した方が効率がいいかなと思いますね。なのでハワイに残しておくのはご覧のようにアッガイが3、アッザムが1というのを戦力として残しておきましょう。でこの後ジャブローを攻略が、ね、できるようなタイミングが出てくれば、そこでまたうまく使っていきましょうか。まあ、正直もうドームでギリギリグフだと敵の、ね、戦力の前に身を取りするっていうような状況になりつつあるので、もうここはもう思い切ってね、ザクとかそういったものに関しては、まあ、一部を残してあとは全部解体でいいかなと思います。ザクの陸戦タイプの何がいいかっていうとですね、 C タイプの武装に換装するとマゼラトップ砲を持てるので攻撃レンジが2マスになるんですね。そうすると支援攻撃っていう意味ではかなり有用になるので、地上ではねザク残しておく価値まだまだあるのかなと思うんですけど、一方で、宇宙はねもうちょっとあんまり残しておくメリットがないので、先ほどねお話した通りこの後整理を行っていきたいと思います。ここはブライトのペガサス級撃破してます。まあ、さすがドズルですね。まあ、ただドズルもまだドズル専用のザクに乗ってるような状態なので、ドズルもですねグアジンあたりに乗り換えてもらって戦艦で指揮を取ってもらう方がいいかもしれないですね。でエギューデラーズはですね今ソロモンに帰還しましたので、この後デラーズも昇格させたいと思います。
まあ、中将ぐらいまで上がってもらって、そこでですね、十分に能力を発揮してもらえればいいのかなと思います。中将になると試験範囲もだいぶ広がりますからね。でこの試験範囲というのは、まあ何度かご説明してるとは思うんですけども、パイロットが乗ってないユニットに対して、プラスのボーナスが、その能力に応じて入りますと、こういうものなので、まあ、能力の高い、まあ、キャラクターにはですね、どんどん昇格してもらって、その中でですね、まあ、できるだけ多くのパイロットなしユニットに対してプラスのボーナスを生み出してもらえればいいのかなというところですね。で同じ試験範囲内に階級のより高いパイロットというかキャラクターがいれば、そのキャラクターの指揮能力が優先されてしまうので、まあ、例えばですね、カスなキャラクター対象がいたりすると逆に邪魔になったりするので、まあ、優秀なユニットを前面に出してカスなユニットは後方待機っていうね、やり方が一番いいのかなとは思います。ちょっと今更感はありますけども、ここでゲルググに倍額投資しましょう。これであと4ターン後にね、ゲルググが入ってきます。本当だったら先にどうだろう、ゲルググの倍額投資を行って、でこのターンでベルファストの攻略作戦発動でもよかったかもしれないですね。まだねたどり着けていないっていう状況なので、たどり着いてもいないのに発動する必要もなかったと言われれば、まあそういうことになりますからね。ではお話してた通り、デラーズを昇格させましょう。中将まではちょっと功績値が足りないかな。まあ、この後ね、中将待遇まで上げていければいいかなと思います。ロンメルも大佐まで昇格させましょう。シャアはですね、今シャアズゴック開発中なので、シャアズゴックが開発されたら、今未配属ですけども、そのシャアズゴックにね、乗ってもらおうかなと思います。ザクレロが戦線に到着しましたね。ただパイロットは乗ってないので、まあ、ザクレロを何か乗せてもよかったのかなっていうね、まあ、ちょっとそういう後悔はありますが、まあ、今更なのでここは割り切っていきましょう。衛星軌道に上がってきた部隊は、まあ、できるだけ早く、そして確実に始末をつけていきます。宇宙の方がねだいぶまあなんていうのかな、打ち漏らしというか、まあそういうのが増えてきてしまっている状況ではあるんですけども、リックドムにこれがね変わってくればまた状況も改善されるかなとは思いますので、まあ、粘り強くですねリックドムが上がってくるのを待ちましょう。でそのためにはザクをね、一部戻してはリックドームに作り変えるっていうね、まあ、ちょっとめんどくさい作業にはなりますけども、この作業で、確実にこなしてい、きたいかなと思います。生産はソロモンでリックドーム作れるだけ作りましょう。今回リックドームは2ユニットかな作れますね。これ作っちゃいます。で他にも解体可能なものがあれば解体してですね、その分をリックドームの生産に割り当てていきたいと思います。で地球上に残っているザクに関してはですね、この後、まあ武装を C タイプに変更していってですね、まあ、その中で使い道を探っていこうかなと思います。マゼラトポゴにすることによって攻撃のレンジが2マスに増えるので、そうなるとまだまだ使えるんですよね。で逆にマゼラトップを持てないユニットに関しては、まあ、その、まあ、価値がないというか、もう、まあ、あんまり活躍の場がないので、廃棄して、資源をね、回収に割り当てていければいいかなと思います。まあ、これはどこでも同じことをやっていきます。まあ、このあたりは確実にね、HLV は撃ち落としていきましょう。この HLV の撃ち漏らしは、もういつ致命傷になってもおかしくないっていうぐらいね、本当にしんどい状況になってきますんで、まあ、確実に潰していきます。敵の方はジム先行量産型のプロトタイプから普通のジムに置き換わりつつあるみたいですね。今見たらプロトタイプジムとジムが混在している部隊だったので、さらにね、まあ、連邦軍のモビルスーツ配備が
進んでいるのかなっていう感じがしますので、できるだけ早くベルファースト基地攻略をしてルナ2ジャブロー残ったね、敵の拠点を潰して、攻略進めていきたいところなんですが、宇宙はリックドームが足りてない。で、北米大陸の方はもうジョニー・ライデンとドワッジ、それにマゼラトップを持ったザクに頑張ってもらいたいと思います。逆にちょっと敵の高性能機にオデッサに攻め込まれる気配ですね。まあ、ただ攻め込ませると見せかけておいて敵の補給線を断ってしまえばあとはじりじりと削れると思うので、ちょっとそういうね状況をアレンジできたらいいかなと思います。シャーはじゃあシャーズゴックに乗ってもらいましょう。ただシャーズゴック開発完了したばかりで、今ズムシティにいるので、これをね一度地球に降ろす必要はあります。そこはしっかりやっておきたいと思います。ではガウ攻撃空母部隊出撃していきたいと思います。で、手前に展開しているね、カレンの陸戦ガンダムとかこの辺りは排除しながら進んでいきたいので、まあ優秀なやっぱランバラル隊とかはね、まずは敵の部隊を駆逐してもらってから先に進んでもらいましょう。まあ、そういう意味で言うと3連星かな。あとは残りは敵のね拠点に向けて攻撃空母部隊として出撃をしてもらいます。3連星であれば陸戦ガンダムといえども多分ね倒せるんじゃないかなという期待を持ってますので、まあ、3連星をぶつけるっていうのが一つと、あとはランバラル隊をぶつけるっていうね、この2段構えで敵を制していきましょう。そして安全が確認されたらガウ攻撃空母にドムを乗せたね、機動部隊を出撃させていきましょう。そうこうしてるうちにシャアのズボックも到着、ね、してくれるんじゃないかなと思いますしね。ここはランバラル隊3連星がしっかり働いてくれてるな。やめて。まあ、攻め込まれてもまだ戦力は残ってますので、まあ、大丈夫かなと思います。なのでこのまま予定通りベルファスト基地にね乱入を果たしていきましょう。動けないように HLV も確実に撃ち落とします。ただ右下に HLV 撃ち漏らしがあるな。あれどう見ても撃ち漏らしですよね。あれは完全に見逃してたな。次のターンであそこにはザクレロを向かわせて撃破しましょう。 HLV 打ち漏らしてね、中から敵モビルスーツが出てくるともう本当に消耗戦になっていくんで、そうならないようにしなきゃいけないので、まあ、今回ねちょっと見逃しというミスをしてしまいましたけど、そういうミスがねできるだけ少なくなるように常に注意深く見守っていければいいかなと思います。いやだいぶ数増えてきたな。衛星軌道順位打ち上げられてきてる敵の数、これ一個ずつ対処していくのはなかなか骨が折れますね。まあ、ただやらなきゃいけない作業なので、ここはザクレロとあとブラウブロ、ブラウブロには、シャリアブル乗ってもらってますので、まあ、この辺りうまく活用していきましょうか。まあ、このキシリアのグワジンに乗ってるモビルスーツ隊も一度引き上げ予定だったんですけども、引き上げてね、陸ドームとして再出撃できるようにしようと思ったんですけど、ちょっとその余裕がなく今回は迎撃に出てもらいましょう。これシャリアブルですね。ブラウブロのオールレンジ攻撃ちょっと見てみましょうか。まあ、敵のシャトル HLV をここで撃ち落とせれば御の字ですけどね、まあ、シャリアブルが乗ってるんで落とせるっていうのはあるかもしれない。火力高いな。あとエネルギーをどれくらい消耗するかですね。それをちゃんと見極めておきましょう。エネルギーの消耗激しそうだな。
となると、まあ、しょっちゅう補給をしてあげる必要がありそうかなと。ザクレロも同じですね。エネルギーの消耗激しいので、エネルギーの、ね、補給は早め早めにしてあげておきたいと思います。使えそうだな。シャリアブル敵も拠点の数がやっぱり減ってきてる分、その抵抗する力もすごく強くなってきてますね。戦力が分散してなくて、敵味方ともに戦力が集中してきているので、もう本当に各地激戦ですね。まあ、特にオデッサ、ベルファスト方面は激戦中の激戦ですし、宇宙はご覧のようにひっきりなし敵がやってくるっていう状況ですね。でアメリカ大陸の方もジャブローから部隊が進撃している様子が、まあ、今ご覧いただけると思うんですけど、まあ、こういう状況なので、まあ、いかに早くベルファストを潰すかっていうのがね、一つポイントになるかなと思います。ベルファストまで進撃を進めていきましょう。はい、ではご覧のようにですね、もう今ベルファストを取り囲みつつあるという状況になっています。でこの後ベルファスト攻略を行っていくんですけども、少し時間かかりそうなので、今回は一旦ここまでにさせていただいてですね、次回ベルファストの局地戦、まあ、拠点、攻防戦ですね、そこからプレイの方を、ね、再開させていただきたいと思います。まあ、とにかく今宇宙はリックドームへのマイグレーション、さらに地上ではね、どれだけ早くまあ、ベルファストを攻略できるかっていうのがね、この先の攻略のポイントになっていくのかなというふうに思いますので、ぜひね、皆さんのアドバイスとかお気づきの点とかあれば、動画のコメント欄もしくはツイッターの方までお寄せいただければ嬉しいなというふうに思います。開発部より、ゲルググの開発完了してますので、ゲルググの方もね、この後作っていきたいと思います。